日本東京都中央区築地築地は東京都中央区の地名で旧京橋区にあたる京橋地域内である。現行の行政地名は築地1丁目から築地7丁目。郵便番号は104-0045。明治より京橋区役所や現在の中央区役所が置かれ、中央区、京橋地域の行政的中枢を担ってきた。そのため警察署、 郵便局など行政機関が集中している。東京湾の川口部に面している。土地柄、日本海軍や中央路修理市場など、海に関連する施設が存在した。地域名の京橋を関して、京橋築地とも呼ばれている。北に新富及び入選、東に明石町及び隅田川対岸の勝時、南に浜ま宮庭園及び港区東新橋、西に銀座が位置する。 赤市町、入線、新富土用、域内に、銀座、東、銀座を名乗るマンションやビルが少なくない、京橋地域の南部に位置する、河川、橋、築地は、元来埋め立て地の意味で、東京追地も埋め立て地である。江戸時代、1657年の明暦の大火の、際に消失した、浅草五門南の西本願寺の大大地として、津倉島の住人によってこの土地が造成された。 その後、浄土真宗の寺院や墓地が次々と混流され、周辺は寺町のようになった。他の地域は武家屋敷が数多く立ち並んでいた。1869年には築地鉄ポスに外国人居留地も設けられた。このことから在日アメリカ人指定向けの学校であるアメリカンスクールインジャパンの校舎が1902年の開校時に設けられていた。また、 中津半々氏、福沢諭吉が蘭学塾を開いた場所でもある。江戸時代末期、江戸幕府は軍事力増強を目的として、築地に公部所を設け、後に海軍部門の軍艦総連署を設置、かつ海舟らが教授として赴任した。明治維新の後、大名屋敷や公部所後は明治政府に接収され、太平洋戦争後に日本海軍が解散されるまで、 主に海軍用地として使用された。過去に築地にあった日本海軍関係施設は以下の通り、1872年、元尾張別邸に創立、現在、海軍発祥の地として水神社が祀られている。1869年、海軍総連所として、元芸州屋敷内に創立、翌年に海軍兵学寮に、さらに1876年に海軍兵学校と改称された。 1887年に広島、江田島に移転された。1873年、海軍病院附属学者として創立。1880年に廃校となるが、1882年に海軍医務局学者として芝に再校され、1889年に海軍軍医学校と改称された。さらに1908年に築地に移転され、1929年に 築地五丁目に新築移転され、現在敷地は国立がん研究センター中央病院となっている。1857年、江戸幕府が公部署内に軍艦教授所として開設。1859年、勝海舟が法術教授となり改名。オランダから寄贈された観光丸で上院訓練が行われた。百八十八年、それまで芝山内天神谷にあった。 海軍会計者を移転、1907年に改名、1932年に勝ち時橋に沈めに新築移転され、太平洋戦争終結後の1945年に廃校となった。1923年、関東大震災が発生し、築地一帯は焼け野原となった。帝都復興計画に基づいて晴海通りや、 新大橋通りなどの大規模な道路の建設と区画整理が行われ、それに伴い多くの寺院が移転していった。復興が一段落した1935年には、日本橋の魚河岸が築地の海軍用地に移転され、場外にも市場が形成された。第二次世界大戦中は築地市場の出荷が停止して、換算としていたが、1950年に出荷が、 再開されると築地はたちまち息を吹き返した。1966年7月1日に住居表示が実施された。築地市場は敷地が手狭でトラックの駐車スペースなどが少なく、深夜早朝時には周辺道路にトラックの違法駐車が列をなして危険であった。施設の老朽化が進んでいたことから、卸売市場は2018年10月に豊洲市場へ移転。 2020年以降は土地の再開発が計画されている、卸売市場の豊水転後も一般消費者も利用できる商店街である築地場外市場はそのまま残った。中央区は東京都心の一角であり、築地とその周辺には企業のオフィスやマンション、店舗が多い、ホテルも増えており、住民や来外者に加えて外国人を含む観光客も多く訪れおり、 卸売市場の移転後も飲食店は賑わっている。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。公的機関教育企業名所、四席鉄道道路首都高速道路、出入り口東京の子、オードリー若林さんから見た、東京からほぼ日韓糸井新聞、ありがとうございます。